はい、韓国の悲劇なのか喜劇なのか、新しい幕が新章スタートですよ。はい、文大統領の長女一家が海外移住、これに波紋が広がっています。さあ、文大統領がまともな死に方をしないという物語がですね、ちょっと見えてきた感じがしますよ。これはもし、これね、韓国人一番嫌うやつですからね。はい、行きますよ。韓国の文在寅大統領の長女と家族が昨年7月に東南アジアに移住したことが明らかになり、移住の背景や現地での、護衛費用などをめぐり波紋が広がっていると。いや、これ結構やばい香りがしてきましたよ。え、もう国外逃亡してんのかと、家族は。韓国の大統領は任期間近になるともう最悪ですからね。まともな死に方しないんです。暗殺か自殺か投獄ですからね。それ以外ほぼないんですから。もう先にとっとと家族を逃がしてんのかっていうことですよね。え、じゃあ警備費用とか国が出してんのって話ですよね。いやー、これはなんか文大統領、これちょっとやばい系です。あ、逃げ足が早い。こういうのね、韓国人はとことんしゃぶり尽くしますよ、このネタは。これ絶対面白いやつでしょ。これはおもろいですわ。はい、では読んでいきましょう。保守系の最大野党自由韓国党の議員が明らかにしたもので、文氏の長女は昨年4月、夫からマンションの贈与を受けたが3ヶ月で売却し、7月に夫、息子と東南アジアに移住。息子は現在現地の国際学校に通っている。マンションは本来文氏から購入したものだという。なんか不自然だよね、親族同士で売った買ったって。はって話、なんかやばいやり取りでもしてんじゃないのって話ですよ。野党議員は、夫が勤めていた企業に韓国政府から不当な支援金があった、資産差し押さえ逃れのため急いで贈与を処分したなどの情報があるとし、大統領府に移住した理由や現地の護衛、費用、警護費用などの情報公開を求めた。また文氏の孫が通っていたソウル市内の小学校の書類も提示した。韓国大統領府は、子どもの教育は移住の理由ではないと事実と異なるとし、学校関連の書類公表は個人情報の侵害で相応の措置を取ると反論した。文氏の長女一家の海外移住は法律には抵触しない。ただ韓国メディアによると、大統領在任中の家族の海外移住は初めてという。家族を先に逃がしてるわけ。あ、レロられる。レロレロされちゃう。俺たちの正雄が死んでから、丸2年かな、レロられるよ。マジで。はい。小学生に海外で教育を受けさせることに加え、不動産の贈与や売買の情報もあり、何かの事情があるように思われ、国民としてその理由が気になる、との報道もある。国家元首の娘と孫の海外移住は、現在のところ政権攻撃の好材料にされている。はい、来ますね。ほら、朴槿恵大統領はさ、セウォル号の時にね、空白の何時間とか言って、あそこら辺から来ましたよね。そして、あの、俗物みたいな霊媒師がさ、原稿を見てたとかさ、まあ、どうでもいい話ではあるけども、そんなね、俗物みたいな霊媒師に操られてたという、そこにカチーンと来たわけですよね。どうでもいい話が、うわーっと炎上して、で、あの、何万人集会とかなっちゃうわけよ。はい。いや、これさ、現職の大統領が先に家族を逃がしてるって、これは韓国では叩かれるっしょ。逃げ足早いっしょ。いや、本人もね、まともな死に方しないことが分かってんのよ。ええ。だから在任中に亡命とかするよ、この男。いや、節操がないよね。考えてみてごらんよ。例えばね、トランプ大統領が家族をどっかに移住させてたらどうよ。おかしいっしょ。安倍総理、家族みんなどっか、海外に移住してたらおかしいっしょ。何、もう亡命始めてんのかって話じゃないですか。
いやー、バレないと思ったんですかね。これはやばいですよ。ここで何かね、マンションの売買のなんか出てきたりとか、韓国政府から支援金があったとか、ここら辺一番来ますからね。はい。どこかな。多分シンガポールじゃないかな。うん。何、ろうそくメーカーの株が上がる？まあね。これはちょっと新しい喜劇の、新しい幕の始まりですよ。